子供の救急事故予防子供の行動は自己中心的、衝動的なため思いがけず事故につながることがあります夢中になると他のものが見えなかったり気分により行動が変わるなど状況に応じた適切な判断ができにくく曖昧な言葉もよく理解できません近くにいる大人がよく注意してあげることが大切です1転倒転落溺水 怪我子供は体に比べて頭が大きくバランスが悪いので転倒転落事故が起こりやすいところで遊ばせないようにしましょう室内は整理整頓つまずいたり滑ったりするものを床に置かないようにしましょうベビーベッドの柵は必ず上げておき踏み台になりそうなものをベランダや窓の近くに置かないようにして転落事故を防ぎましょう 子供を浴室で一人にしないようにしましょう。また、入浴後は浴槽の水を抜いたり浴室に入れないようにして溺水事故を防ぎましょう。カミソリやハサミ、包丁などの刃物は手が触れて怪我をしないように片付けましょう。口に物を加えたまま走り回るのは危険です。また、テーブルなどの家具の角での打撲にも注意しましょう。ドアなどに、 指を挟まないように注意しましょう。赤ちゃんを抱いている時には足元に注意しましょう。2、誤飲、窒息、異物。タバコのニコチンが溶け出した水は急性中毒の可能性があり危険です。タバコや水の入った灰皿、缶ジュースなどを床やテーブルに置きっぱなしにしないようにしましょう。小さなものや、 化粧品、洗剤なども誤って口に入れる危険があるので、子供の手の届かないところに置きましょう。また、小さなものやグミなどを耳や鼻に入れないように注意してあげましょう。ベビーベッドの敷き布団は固めのものにし、柵と敷き布団の隙間はなくして赤ちゃんが窒息しないように注意しましょう。三、やけど。アイロンやストーブなどの 熱いものから子供を遠ざけましょう。熱い飲み物や食べ物、ポットや炊飯器は子供の手の届かないところに置いて、テーブルクロスは使わないようにしましょう。4. 熱中症。熱中症の予防には、こまめな水分・塩分補給が大切です。車の中は短時間でも温度が上がり危険です。赤ちゃんを車内に残したままにしたり、 チャイルドシートに乗せたままにしないようにしましょう。ベビーカーなどは地面などの照り返しに注意しましょう。5. 交通事故。子供のいる位置を常に確認して、急な飛び出しをしないように注意しましょう。自転車に子供を乗せたまま離れると、自転車が転倒し頭を打ってしまうことがあり危険です。子供を乗せたまま離れないようにしましょう。